こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、現場にいるときはなかなか見えないことってあると思うんですよ。で、私13年介護の仕事をしていまして、現在は隠居してですね、のんびりと暮らしているんですけども、現場を離れて今あの時自分の今の気持ちだったらこういうふうに考えていたなってことが結構あるんですよね。まあ、ですので今現役でいる方にとっては不愉快なのかもしれませんけども、ちょっとね、私なりの考え方をここでまとめさせていただこうかなと思います。今日のテーマはですね、介護職のストレスですね。介護にはいろんなストレスがあると思いますけども、これを5つに分類して、多分この5つのストレスがね、現在介護の世界に携わっている方の、まあ、心労になっているんじゃないかなと思うんですよね。で、今の私の気持ちなら、今私が現場にいたらこう考えるっていうことですんで、個人的な見解ですから、必ずしもこの動画を見ている皆さんのね、気持ちに一致するかどうかは分かりません。でも中にはですね、なるほど、そう考えればいいのかっていうふうに気づいてくださる方がいるかもしれません。まあ、ですんで、あえてね、放送を遠慮なくさせていただきます。まず介護職のストレスの原因ですけども、5つをバラッと申し上げておきます。まずね、人手不足とか労働条件の悪さってものが挙げられてますね。ここにちょっとメモしてるんですけども、あとね、2つ目なんですけど、利用者さんとの対応によってストレスを感じるっていうのがあります。で、3つ目、職場の人間関係ですね。で、4つ目、身体的負担。確かにね、いろんな体力使いますからね。5つ目、職場の方針がどうも合わないっていうことです。よろしいでしょうか。これ以上の5つ、人手不足とか労働条件の悪さがちょっとストレスだよと、利用者の対応がちょっと難しいよと、職場の人間関係がどうもな、身体的に負担があるんだよと、職場の方針にどうしても従えない。はい、5つの問題です。ね。で、介護の業界に携わる方、実はですね、この5つの問題、別に介護の業界に関わったことではありません。おそらくほとんど全ての業界、業種にあります。ですんで、介護だからきついっていうことではないんですよね。逆に言うとですね、じゃあきつくない仕事って何か思いつきます?ですよね。だから、ここで言いたいのは、介護職に携わる方って、まるで自分がね、特別なことをしていて、選ばれてやっていて、で、ともすればね、高飛車になりつつあるってことが、最もストレスの原因になるんじゃないかなって思うんですよ。まあ、ですんでね、やっぱりどんな仕事もそうですけども、やらせていただいているという気持ちから入ると、感謝に変わりますけども、やらされていると思うと、これが不満に変わるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、綺麗事だけでは済まないんですけども、今の私ならそう考えれるなと思ってるんですよね。じゃあ一つずつちょっと紐解いていきましょう。まず1個目。人手不足とか労働条件の悪さです。なんで人手不足が起きるんでしょうか?なんで労働条件が悪いんでしょうか?よく考えてみると、人手不足がなぜ起きるかというと、現職、今ね、現役で働いていらっしゃる方が、いやいややってるからじゃないですかね。どうですかね?ストレスを抱えて、いやいややっていて、介護職員いつか抜け出してやるぜ。そんなこと思ってませんか?そういう職場に誰か入ってきますかね?やっぱりね、やりがいと生きがいを持って、明るく楽しく、そして残業もなく、労働条件を嘆くんだったら、労働条件変えるのは誰ですか?現役で働いている方が労働条件を変えずに、現役を退いた方とか、そもそもその業界にいない方が労働条件って変えてくれますかね?つまりは、当事者意識がないんですよ。自分が現場にいるのに、なんで人手不足になっているのか。それは、行ってみたい、やってみたいっていう職場にしてないからなんですよ。だって働いてる人が嫌々なんだもん。働いてる人が残業を繰り返すんだもん。働いてる人がどうやったら休日をたくさん取って、給料をたくさんもらって、職位を上げて、そしてね、自分の理想とする暮らしをちゃんと介護の世界でも送れるんだよっていうふうに、見本を見せてないんですよね。あらゆる業界が、最初はそうだったんですよ。介護という業界はおそらくまだ50年ぐらいの歴史がありません。製鉄とか鉄鋼とか農業とか、その他バイオテクノロジーに比べるとまだ歴史が浅いんですよ。ちょうど警備会社も50年ぐらいの歴史だったと思いますんで、多分同じようなね、境遇のところあるんじゃないかなと思います。なんで人手不足か。それは働いてる人が憧れられていないっていうところも大きいんじゃないですかね。プロ野球の選手なんてのは憧れのピッチャーとかね、バッターとかいますよね。介護の業界でこの人みたいになりたいと思う人、誰か思いつきます？で、私の働き方としては、介護の業界でお手本になる人を探します。そしてその人みたいになりたいと口々に言うんですよ。
こんな素晴らしい人が介護の業界にはいるんだよと、だからその人になりたくて頑張ってるんだっていうふうに目標とする人を設定して、それを知らせることによって、まあいわゆるね、そのアイドルを作り出すわけなんですよ。アイドルって言ってもね、可愛い女の子のことではないですよ。誰もがこの人すごいねって思われる人を職場の中で見つけないと。それは皆さんがお勤めになっている20人30人の職場の中にも必ずいるはずです。いなければ自分がなればいいんですよ。そうすると魅力あふれる人と一緒に働きたいという人が出てくるはずなんですよ。そういうふうに考えていくのはいかがかなと思うんですけどね。介護にはろくな人間いないよとかね、使えない人間ばっかり、そんなこと思ってませんか？そんな業界に誰が行くんですか？だから全ての原因は今現職で働いている方がどっちを向いてるかによってくるんじゃないかなと思うんですよ。そして労働条件です。労働条件を改善するのは誰なんですか？現職で働いているあなたですか？あなたの現場にいない誰か知らない人ですか？はっきりしますよね。組織の中にいる人が労働条件を気に入るように変えていかないと、組織の外にいる人は別の組織のことで精一杯です。あなたの業界までやってきて、よし、介護の労働体系良くしようみたいなお人よしはいませんからね。だからそれを期待してるんだったら、白馬の王子様を期待してるんだったら、そんな条件は全然変わりませんので、ぜひ自分でね、業務改善提案書なるものを持って説得に回ってください。同僚とか部下とか先輩とか上司とか経営者を、そういうエネルギーが必要なんだと思います。あらゆる業界がどうやって労働条件を良くしてきたか、それに尽きるんですよ。何もね、労働基準監督署が見回りにやってきてこうしなさいああしなさいっていうわけじゃないんですよ。あくまでも雇用している人と雇用されている人のその信頼関係が、もしくは働いている人のね、こうしたいああしたいという希望がどう経営者に伝わるかなんですよ。それに尽きると思います。まとめますけども、組織の中にいる人がやらなければ組織の外にいる人はやりません。ですので現役で働いているあなたが人手不足だなと思うんだったら、人手を集めてこないと、集めれるような自分になっていかないと。そして労働条件が悪いなと思うんだったら、よくしてくださいよ。どういう労働条件だったらいいんですか？残業が多い方がいいんですか？休日がない方がいいんですか？お正月、年末年始、お盆、ゴールデンウィーク、ちゃんと休めばいいんですよ。交代でシフト取れると思いますよ。ね、介護の業界だけが特別きついわけじゃないです。すべては介護の業界の中にいる人がやることなんですよ。外にいる人はできません。私も今外にいますから何も手出しはできません。だからこうやって考え方を変えるために勝手なことを言うだけです。でも業界の内部でいろんな、ね、意見交わしてもなかなかいいアイデア出ないんじゃないですか。やっぱりね、現場にいる時には見えないことが現場を離れると分かることってあると思うんですよ。今回のね、私のこの動画がその一助になればと思っておせっかいさせていただいております。それでは2点目いってみましょう。利用者さんとの対応に苦慮しているということですよね。利用者、要するにお客様と言い換えてもいいかもしれません。この介護事業所なり訪問介護のサービスを、そのサービスの提供を受ける利用者さんですね、言ってみればお客様なんですよ。その方との対応に苦慮している。例えばどういう人にどういう対応すればいいのかってことがわからないとかね、利用者さんにこんなことを言われた、こんなことを頼まれた、でもどういうふうに対応していいのかわからない、それがストレスになるってことです。これは単純に勉強不足です。介護の業界ってのは入っていきなりできるものではありません。やっぱりね、事前のケーススタディ、知識が必要なんですよ。介護の現場ではどんなトラブルが起きやすいかっていう事例はもうすでにあります。その事例に対して上級者はどういうふうに対応して丸く収めてるか、その事例ももうあります。ただ学習するだけです。よくね、育児で行き詰まる人もいますけども、全部じゃないという前置きで申し上げますけどね、育児や保育や療育ももうパターンなんですよ。ほとんどの場合はすでに同じ事例があって改善策があるんですよ。だから学ぶことによってほとんどの場合は対処できます。だから簡単なんですよ。でも中にはね、前例のないものとか、それから決まった対応ではどうにもならないものがあって、その時の臨機応変に求められたり、しまいにはサジを投げるしかなかったりするものもあります。でもそれは稀なんですよ。そういうことを言ってるわけではありません。ほとんどの場合は知識と対応方法で訓練でもう、ね、対処できるものばかりなんですよ。だからできる人とできない人の差ができるんだ。そういうことなんですよね。自分にだけね、とてつもない難題が降りかかる、そんな職場はありませんからね。それぞれの人がそれぞれの難問を
くぐり抜けて今に至るわけなんですよ。ですんで、利用者さんとの対応っていうのは、まあそもそもね、個人的な力量不足に起きて、よって起きるストレスなんですよね。だから、あの利用者さん気に入らない、あの利用者さん苦手っていうんではなくて、あ、なるほど。こういった事例にはまだ自分は対処法を身につけてなかったな、ということで、トレーニングに切り替えていけばいいんじゃないですかね。そうすると、以前まで対応困難だった人も、対応が可能になってきて、力量が広がり、どんな仕事でも受けれますよっていう人に育っていくと思うんですよ。まあ、そのために、5年とか10年という経験が必要だったりするんじゃないですかね。まだ経験が浅いと、そして学習が浅いと、対応できない例が多いと思いますので、行き詰まりを感じるかもしれませんが、仮に、パティシエになろうと思ってね、ケーキ屋さんの修行に行っても、寿司職人になろうと思っても、清掃員になろうと思っても、警察官になろうと思っても、全部下積みあります。ね、警察官なんて試験があるわけでしょ？まあもちろん介護にも試験があるかもしれませんけども、やっぱり事前にこれだけの知識があったらできますよ。これだけの知識があったら有利ですよ。これだけの知識と経験があったらパーフェクトですよっていう段階があると思いますから。自分が何もかもできる。なのに特別な問題が起きたって思わない。おごり高ぶらないことだと思うんですよ。まだまだ自分は勉強中なんで、分からなくて対処に苦慮することが起きても当然だな。じゃあ今回対応しきれなかったこのケースに関しましては、上司や先輩の方に後で相談して解決しようかなっていうふうに持っていけばいいんじゃないですかね。全ての経験が後から振り返れば知識になり、そしてその知識が新しい経験を可能にしてくれるんじゃないかなと思います。3つ目、職場の人間関係です ね。職場の人間関係が円滑に回るところってあんまりないと思うんですけども、これはなぜかっていうと、職場の人間関係を良くしようと相手の立場になる人がいないってことから起きるんじゃないですかね。常に自分軸、自分はこう思ってるのにあの人は違うこと考えてる、だからトラブルが起きるんでしょ。だったら自分の主義主張は捨てて、みんなに合わせてみようかなと、この人に合わせてみようかな、ルールに合わせてみようかなっていうふうに考えればいいんじゃないですかね。結局は仕事なんでやらなければなりません。その時に自分の主義主張に固執して仕事を止めて人間関係を悪くするのか、それとも早く一つ一つ処理して結果楽になったね、よかったねで人間関係を良くする方向に持っていくのか、どちらがいいと思いますかってことになります。だからね、職場の人間関係が悪いっていうのは別に職場じゃなくて、あなたの人間関係を作るスキルが悪いんですよ。職場の人間関係っていうふうに逃げますけどね。いや、あなたが誰とでも人間関係良ければいいんでしょ。そしたら変な言い方ですけども、職場の人間関係が最悪でも、あなたが個人的に誰とも仲良くやっていれば何か問題ありますってことなんですよ。そういうことじゃないですかね。だからね、自分の責任を職場とか社会のせいにしないことですよ。全部自分から起きて自分に返ってくることです。まあ、こういうふうな考え方がちょっとね、できてないんじゃないかなと、過去の自分を振り返って思いますけどね。で、5つ目、職場の方針気に入らないと。待ってくれ。職場の方針に従いますと言って入社してくるわけですよ。職場の方針に従わないんだったら、あなたは誰の方針に従うんですか？自分の方針ですか？だったら自分で事業所を立ち上げるしかないですよね。人の組織に入らせてもらって、その人の組織のルールに従うって言って入ってきてるのに、職場の方針が気に入らない。いらないですよって話なんですよ。だからね、職場の方針にグダグダ言ってるから人が入ってこないし、職場の方針になんか従わないから職場の環境が良くならないし、で、利用者さんも職場の方針に従わない従業員がいたら、それは利用者さんも不安ですよ。ね。で、人間関係も良くなるわけないじゃないですか。職場の方針に従わない人ばっかりだったらね。そういうことですよ。ね。あ、一個ね、身体的負担っていうのが抜けてました。すいません。四つ目のストレスの原因として身体的負担っていうのがあります。いや、これはね、体鍛えてないからじゃないですかね。あとは、ボディメカニクスの学習をしてないってことじゃないですかね。まあ、例えばね、日体大か。日本体育大学を卒業したムキムキのマッチョマンが介護の業界入ってきました。身体的負担、訴えますかね？どうですかね？極端な例ですけども。あとは、なんか、仕事あまりないし、部活の経験もないし、体を鍛えてきた覚えはないんだけども、とりあえず、この介護の世界は人が足りないから入ってみた。やってみたら腰が痛くなった。これ、職場のせいですかね？やっぱりね、職場に合わせた体力とか、職場に合わせた頭脳とか、職場に合わせたコミュニケーション能力とかって自分で培っていかないと、例えばね、
引っ越し屋さんでトラックドライバーいるじゃないですか。黒猫大和とか。体力がない人とかがあそこで勤めたらどうなると思います？重い荷物も持てないし、トラックあまり運転したらちょっとね、疲れて眠くなるしみたいな方は勤まんないでしょ。やっぱり、もう自分の体が資本ですから、しっかりとした体力があってね。で、きちんと生活を整えて、寝るときにはピシッと寝る。で、起きたらパッと働く。みたいなメリハリがつけれる人、自己管理ができる人。で、重い荷物もひょいっと立ち上がって、で、マンションの4階でも階段でポッポッポッと上がる人。こういう人、職場に身体的ストレス感じますかね。だから、身体的な負担があるってことは、ちょっと鍛え方が足りないなって思うしかないですし、でも鍛えるにも限界がありますよね。となると、その職場は自分の体力では向いてないって考えるしかないと思うんですよ。やっぱりどんな世界もそうですけども、その世界の能力に見合わない人はそこに入れなくなっちゃうんですよ。だから身体的負担がストレスでっていう方にね、自分の体を鍛えずして、職場にどうしろっていうことなんですよね。利用者さん抱っこするのがきついから、利用者さん一人で歩いてくださいって言えるんですかとかね。利用者さんを二人がかりでお風呂に入れられないから、じゃあ5人でやりましょうかってことになるんですかってことになるんですよ。そう考えていくと、やっぱりこれもね、自分でできる部分が多いんじゃないかなと思うんですよ。まあそういうふうに今はね、振り返って思うんですけどね。勝手なことをいろいろ申し上げましたけども、私が個人的にこうなんじゃないかなって考えてることだけなんですよ。ですので、もしかしたらこの動画を見てる方と意見が合わないかもしれませんけども、私が正しいとは言いません。あなたの意見が正しいかもしれません。まあ、ですので、ぜひね、意見を戦わしてみて、どうすればベストなのかってことが考えられればいいかなと思ってます。じゃあ今回は、介護職のストレス5つについて私なりの考え方をお話ししてみました。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。それでは失礼します。